本当にすごく嬉しい気持ちが強くて、この一軍の舞台で活躍できるように頑張りたいなと思います。今日背番号69のユニフォームで会見に臨んだ松木平裕太投手、入団4年目で念願の支配下登録を勝ち取りました。松木平投手は大阪清華高校から2020年の育成ドラフト3位でドラゴンズに入団。今シーズンはファームでリーグトップの9勝、防御率1点台とアピールを続けてきました。ようやく僕の出番が来たかという、やってやるぞっていう強い気持ちになりました。負けてばっかりはいられないので、僕もヒロトを超えるためにもこの一軍の舞台でしっかり活躍して、2人でしっかりローテーション回れるように頑張りたいなと思います。立浪監督からは明日のベイスターズ戦の先発を言い渡された松木平投手、小学2年の時に亡くなった母親に活躍を誓いました。天国から見守ってくれてると思うので、いい報告ができるように頑張りたいなと思います。